返せ、交流やめろ、基礎をやめろという声を上げていきたいと思いますんで、皆さん一緒に警察署に声を上げましょう。国会は国民から委託されたところです。主権者は国民です。国民があのようなひどい、デタラメな議会に怒るのは当たり前です。すぐに返しなさい。たかが靴、もっと悪いことをしているといっぱいいると思います。そうだ、早く解放してください。そうだ、靴を投げたことで国会の審議がストップしたか、どういう業務が妨害されたのか、業務妨害だとすればそこを明確にしていただきたいと思います。名刺は作ってない。必要なければ作らないんです。あんたが口でね、受け取りますって言ったって本当に推薦人に渡るかどうかだって確証がないんですよ。私たちにとっては国家はできる限り自分たちのやってることを秘密にして、民衆の名前を勝手に当人の許可も得ずにバラされてしまう。そうだ、はい、どうですか。お疲れ様です。起訴するな、起訴するな、起訴するな。すでにたくさんの署名が集まっていますし、特に私が印象に残ったのは、A さん、あなたは私ですという、コメントを送ってくださった方がいました。それは私の考えでもあります。多くの人の考えでもあると思います。ぜひA さんを一刻も早く、釈放することを、実現して、秘密法廃止に向けた戦いの第一歩にしたいと思います。皆さんも、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。